どうもゴリドーコーヒーです。今回の動画はゴリドーコーヒー流のマンデリン極深入りの焙煎方法をご紹介していきます。で、実際に動画を焙煎している動画をご覧いただきながら説明もしていくというスタイルでやっていきたいと思います。今焙煎釜を200度まで余熱を入れております。まだ豆は入っていません。で、今200度になったので火を止めました。で、ここから150度まで下がった段階で焙煎がスタートするんですが、その間にちょっと説明を。で、今回の動画あくまでうちで使っている7班焙煎機の直火式でのデータとなります。なので他の焙煎機とか焙煎方式、熱風式とか半熱風とかでは全く同じになるということはありません。なのであくまで7班焙煎機直火タイプでのデータとして、参考にしていただければと思います。で、深入りの極深入りの焙煎なんですけれども、浅入りに関しては当店違う焼き方をしています。火力、ダンパーの調整等が全く違うので、浅入りでこの焼き方でやってしまうと結構抜けすぎる、味が抜けすぎる傾向になるので、そちらでは参考にしていただかない方がいいと思います。で、あと動画でも温度変化などについては説明していくんですが、詳細なデータブログの方にアップしましたので、そちらで、グラフと、あと温度変化のデータ等は概要欄のリンクに貼っておきますので、そちらをご覧ください。で、今150度になりましたので、火をつけて豆を投入しています。で、豆の投入が終わったらストップウォッチをスタートします。で、今ワイプが右上に出てきたんですけど、こちらの同時進行で、7班焙煎機は豆の色が見える窓がついているので、そちらの撮影もしておきました。なのでリアルタイムで豆の色の変化というのもご覧いただけますので参考にしてみてください。で、焙煎開始時の火力なんですが、ガス圧でいうと 0.75kPa、 ブロワー強制排気ファンですね、こちらのダイヤルは4で固定しています。あと空気の流れを調整するレバー、ダンパーですね、こちらは4、結構開けた状態で焙煎をスタートしています。で、このまま1分経過するまで待ちます。1分経過したらダンパーを閉めます。限界まで、締められる限界まで締めてあげます。ただダンパーの構造上、完全に締めた状態でも空気は多少流れるような構造になっています。なので全く空気が釜から外へ流れなくなるわけではありません。で、今中点に到達しました。焙煎開始後1分30秒で 63.6 度が中点になりますが、私はですね、中点というのはあまり気にしてないというか、全く普段はデータも取ってません。そんなに味に与える影響はないんじゃないかなというふうに理解しています。で、ここから先は釜の中の温度が150度になるまで特にすることはありません。で、この150度に到達するまでの段階がいわゆる蒸らしの段階ですね。蒸らしに関しては意味があるない、いろいろご意見はあるかと思いますし、焙煎機の構造によっては蒸らしという工程が、できないものというのも存在すると思いますので、あくまで今回この7班焙煎機での僕の焙煎、深入りの焙煎に対する考え方ということでお聞きいただければと思うんですけれども、この段階では豆から熱が加わることで出てくる水分を利用して、その水分を使って、水分の熱を使って豆の中心までしっかりと熱を入れる作業をしています。で、何のためにこの蒸らしの工程が必要になるかというと、実際に焙煎が終わってコーヒーとして飲むときに青臭さが出てしまうことってあるんですね、焙煎によっては。その青臭さを消すために大切な作業だというふうに考えています。で、イメージはちょっとしづらいんですが、
一番よく比喩、例えとして僕が説明するときに使うのは、焼き餃子の工程をイメージすると分かりやすいんですよね。焼き餃子って焼きってついてますけど、実際はフライパンに餃子を並べて水を大量に入れて蓋をしてしばらく蒸らすんですね。で、蒸らさないでただ火を当てると餃子の皮だけが焦げてしまって、中のあんには熱が加わらないで生焼けの状態になってしまうんです。だから焼き餃子っていう名前なんですが、実際のところはほぼほぼ蒸し餃子で、最後に焼き目をつける、水分が飛んでから焼き目をつけるので焼き餃子なんですが、実は重要なのは蒸らして餃子の皮の中に包まれているあんの中心までしっかり熱を加えて火を通すということが重要なわけです。コーヒー豆でも同じようなイメージをしていただければいいんじゃないかな、理解がしやすいんじゃないかなというふうに思います。で、深入りの焙煎の時は火力が 0.75kPa、 ちょっと弱めなんですけれども、やっぱり蒸らしをした段階でもここに時間をかけすぎると豆が本来持っている味の特徴というのは比較的抜けやすいです。なので浅煎りを焼くときにはこの蒸らしの段階の火力をもっと強くして焼いています。なるべく浅煎りの時には焙煎時間を短くしてあげて、豆本来持っているフルーティーさとか酸味とかそのあたりを生かすような焙煎にしています。一方深煎りの場合にはできるだけそういう豆本来持っている酸味とかフルーティー感というのをなくしてあげたいんですね。うちでお出ししているマンデリンのような極深煎りでそういう印象が残ってしまうと非常にうるさい味のコーヒーになってしまうですよ。なのでこの段階でじっくりと火を入れて豆の中の化学変化を促して苦味とか、あとはカラメルに変化するような甘み、フルーツ感のある甘みとカラメル反応で感じられる甘みっていうのはまた別のものだと思うので、そういうしっかりと焙煎された甘みというのを引き出すためにちょっと弱火にしてあげて長く蒸らしの段階というのを行っています。で、実際浅煎りの火力で深煎りフレンチローストぐらいまで焼くというのは実験もしたことあるんですが、やっぱり味がうるさいんですよね。僕が深煎りに求めている味というのは非常に落ち着いたじっくりと楽しめる、言葉で伝わるかどうかわかんないですけど、昔の喫茶店のコーヒーの味なので、なるべくそういううるさい要素を取り除いてあげるっていうのが深煎りを焼くときには大切なのではないかというふうに考えています。ただこれだけ言ってますけど、やっぱり蒸らしの効果っていうのは諸説あるんですよね。実際焙煎機のヨーロッパの方の焙煎機のメーカーさんの人と話したときに、蒸らしなんて何の意味があるのっていうふうに不思議がられたこともあるぐらいなので、自分がいいと思う方法で最終的に焙煎というのはやればいいんですけれども、ただ深煎りに関してはやっぱり今主流の焙煎機でなかなか上手に焼けないっていうふうに言っているロースターの方も多いので、熱風とか半熱風とかよりもこの直火タイプでじっくりと焼き上げられる焙煎機の環境の方がもしかしたらやりやすいのかもしれません。逆にね、熱風式なんかですごいフレンチローストぐらいまで上手に焼ける方法っていうのは実は知りたかったりするし、そういう焙煎のプロファイルを確立してみるのも面白いんじゃないかなというふうにも思っているので、もし熱風タイプとかでそういうことができるよっていう方がいらっしゃったら、そういうデータとかを教えていただけると非常に楽しいし、共有することによって、僕なんで今回この焙煎の方法を動画で上げようと思ったのかというと、やっぱり基本的には美味しいコーヒー
を焙煎できる情報っていうのはみんなで共有した方がいいかなっていうふうに思ってるんですよね。まあ結構今でこそ自家焙煎のロースターさん行くとどこでも美味しいコーヒー飲めるんですけれども、やっぱりたまにね、ん?って思う時があって、そうなるとやっぱり焙煎っていうのは割とコーヒー業界でもブラックボックスに入りがちな作業なので、そこをオープンにしてあげることでコーヒー業界全体のレベルの底上げになるんじゃないかなっていう気持ちは正直あります。なのでもしね、見て、あ、このやり方だったら美味しくできるって思ってくださる方がいらっしゃったら、ぜひぜひまんま真似しても全然構わないんで、やってみていただければというふうに思っております。でもうそろそろ150度まで来ますね。でちなみに焙煎開始から3分後から6分後ぐらいまでっていうのは、まあ、ブログの方のデータ見ていただけると分かるんですが、1分間の温度変化だいたい13度ずつ1分間で上がっていくぐらいが理想です。でもう150度近いんで、この辺になると温度変化っていうのはだいぶ緩やかになってきます。でもう見ていただければ分かると思うんですが、豆の色も変わってきました。で今150度到達したのでダンパーを開けます。ちょうど数値的には真ん中の3まで開けてあげます。ここで水分を逃がして本格的な焙煎段階の準備、下準備みたいな段階ですね、に入ります。でこのあたりでテストスプーンで豆の匂いを嗅ぐと、焙煎最初の頃っていうのは結構青臭さ豆あるんですけれども、それが結構しっかり抜けます。でそれが抜けきったら本格的な焙煎の火力に火を強めてあげるんですが、やっぱりこの蒸らしをすることでその豆の青臭さっていうのが非常になくなるんですね。実際ここで匂い嗅いでみるとわかるんですけれども、それが抜け、青臭さが完全になくなった状態であれば、コーヒーにして飲むときに芯残りがあって青臭さがあるということはほぼ防げるのではないかというふうに考えています。だから火力を上げるのは本当にどの豆でもそうなんですけど、テストスプーンで豆の匂いを嗅いで青臭さがなくなった段階で火力を上げるといいんじゃないかと思います。でうちの場合にはだいたい160度になればその青臭さが消えた段階というふうに判断しているので、今160度を超えたので火力を 1.1 キロパスカルまで上げました。ここからが本格的な焙煎段階です。豆の色も気褐色から茶褐色にどんどん変化していって、だいたい190度を超えてくると浅煎りのコーヒーの色、まあ、いわゆる茶色ですね、そこまで一気に変化していきます。で今この段階での1分間の釜の中の温度の変化っていうのは8度ぐらい、1分間で8度上がるぐらいが理想ですね。今回結構理想的なデータが、僕の中では理想的なデータが取れているので、ぜひブログの方の温度変化グラフ、数値なんかも見ていただければと思っております。で、ここから一ハゼ始まるまではまたやることが特にないんで、ちょっと別の話をしますけれども、自分自身は焙煎、コーヒーの焙煎は、ラッキーの4キロ釜で学びました。うちの師匠のところで教えていただきました。でそこからしばらくは 500g の手回しの焙煎釜、パンチングがないタイプですね、を使って自宅で焙煎をしていました。でもともと教えてもらったラッキーの4キロ釜のデータをなるべく活かせるように、手回しの焙煎釜でもデータ近いものになるような工夫をしまして、でその過程で手回しの焙煎釜ってやっぱり深入りが美味しく焼けるんですよね。なので深入りが美味しく焼けるデータというのが徐々に自分の中で組み上げていって、でお店を始めるときにこの動画に映っている7班焙煎機を導入したので、
手回しの焙煎機の温度変化とかのデータをなるべく奈良飯焙煎機で再現できるように火力、ダンパーなどを調整しました。なので逆に言うと、今日ご紹介している動画の数値のデータっていうのをうまく再現することができれば、手回しの焙煎釜なんかでも極深入りのマンデリンが美味しく仕上げられると思います。で、手回しの焙煎機とこの奈良飯焙煎機みたいな、業務用の焙煎機の一番大きな違いっていうのは排気の性能なんですよね。奈良飯焙煎機の方が圧倒的に排気性能がいいので、空気の流れがしっかり釜の中にあるんですよ。で、やっぱり手回しやめて奈良飯焙煎機を使い始めた当初はなんかちょっと味弱くなっちゃったねって、手回しのマンデリンの方が美味しかったなっていうお客さんも結構いらっしゃったんで、そこからまた工夫に工夫を重ねて、できるだけ手回しの釜に、釜の時のマンデリンの極深入りの味に近づけるような調整を行っています。一番のポイントはやっぱり排気の調整でしたね。特にあの焙煎の作業の後半は排気が強すぎるとだいぶあっさりした味になるんですよ。で、逆に排気が弱すぎるといぶし感がものすごい強いコーヒーになっちゃうんで、そこの調整が一番重要だと思っています。ただ一つのプロファイルに劣らされてはいけないんですね。今結構プロファイルの共有とかできる焙煎機多くなってきてると思うんですけど、やっぱりね、誰かが美味しいコーヒーを焼いたからってそれをそのまま導入するのってね、あまり面白くないんですよ。この職人気質としては全く面白みがないんで、さっきぜひうちのプロファイル美味しく焼けるようであれば導入してもいいですよって言いましたけど、そこから一工夫加えるのがコーヒー焙煎士ロースターの楽しみなんじゃないかなと思ってるので、ぜひね、いろいろ工夫を加えて自分なりのコーヒーの味というのを出していただけると、この動画を作った甲斐もあるなという気がしています。でもう190度超えて、右上の豆の色を見ていただくとだいぶコーヒーらしい色になってきましたね。浅煎りのコーヒーとかの色に近づいてきました。で、もうちょいするとパチパチとハゼる音がしっかりと聞こえてきます。だいたい200度ぐらいで1ハゼが始まりますね。で、今1ハゼが始まったのでダンパーを少しだけ開けます。 3.5 にします。で、なんでちょっと開けるかっていうと、この辺から豆から水蒸気じゃなくて焙煎されたちゃんと焼けてる煙が出てくるんですね。それを逃がしてあげたいので、ちょっとだけダンパーを上げます。で、ハゼが始まると急に温度上昇は幅が小さくなります。1分間に3度ぐらいの温度変化になります。ただまた210度ぐらい、釜の中の温度が210度を超えてくると温度上昇幅ってのはどんどん上がってきます。で、この1ハゼ付近で焙煎を止めれば浅煎りのコーヒーですね。マンデリンの浅煎りね、面白いんですけど、僕は好きなんですけど、結構塩っ気があるんですよ。しょっぱい風味っていうのを感じられるんですね、マンデリンの浅煎りって。なので一般受けはしないかもしれないですけれども、面白い味です。で、マンデリンの浅煎りのカッピングの話がありまして、某日本で一番でっかいコーヒーの団体がやってるカッピングの講座に昔出たことあるんですけれども、カッピングの評価とお客さんの味の評価っていうのはやっぱ別物なんですよね。そう、マンデリンは特にそうなんですけど、マンデリンの浅煎りって、さっき塩気があるって言いましたけど、多分一般受けはしない味なんですよ。ただカッピングでそのマンデリンの浅煎りを評価すると、やっぱりいい豆の場合っていうのは点数は高くなるんですよね。で、その講座に出た時にマンデリンの浅煎り
がカッピングのサンプルとして出てきたんですけど、コーヒーの仕事に携わっている方っていうのはやっぱり正しくカッピングの評価ができる方が多かったんですけど、コーヒーの業務に携わってない一般の方で参加された方のマンデリンの浅煎りのカッピングの評価って著しく点数が低くなる傾向があったんですね。なのでカッピングの評価が高いからといって一般のお客さんが美味しいと思うかっていうと、ちょっとそれはまた、まあ、大体はそうなんですけど、必ずしもそうは言い切れない場合もあると僕は思っていて、であればコーヒーを焙煎するロースターさんっていうのはあんまりその豆の品質とか指標、例えばスペシャリティコーヒーとかそういう基準にとらわれすぎないで、あくまでお客さんの方を向いて味を表現していく必要というのはあるのではないかなというふうにも考えています。まあ難しいとこなんですけどね、美味しいコーヒーっていうのがそのカッピングの点数が高いとイコールでつながってるとは限らないということはちょっと頭の片隅に置いておいてもいいのではないかなというふうに思います。で、一ハゼもだいたい終わってきて今218度まで来たんですけれども、もうちょっとすると2ハゼが始まります。だいたいこの豆は226度ぐらいで2ハゼに入るので、もう少々このままお待ちください。で、右上の豆の色を見ていただくともうだいぶ濃くなってきて、この辺だとシティローストフルシティローストぐらいの色ですかね。で、最近コーヒーのお店さんこの辺を深入りっていう風に表現して販売している方も結構いらっしゃるんで、僕の深入りはもっと全然真っ黒なんで、あ、深入りあるこのお店、深入りあるなと思って深入り頼むと中深入りだったりして、結構あれそこじゃないんだよな僕が求めてるのはなっていうことも最近は非常に多いです。この辺の表現もねお店さんによって違うんで。で、今2ハゼが入りましたね。で、ここでダンパーを4まで開けてあげます。で、さらに火力を 0.9 キロパスカルまで下げます。で、ここは煙を抜きつつちょっとゆっくりと火を入れて、豆の表面と豆の内側の火の入り方のバランスをなるべく取ってあげるようにしています。火が強いままだと豆の表面だけ火が入っちゃって中と外で結構違う状態に仕上がってしまう可能性があるので、火を弱めて空気を逃がしてじっくりと豆の全体に火を入れてあげます。だいぶ色も黒くなってきましたね。この辺だとまあフルシティ、まだフルシティかな。ゴリドーコーヒーの場合ですと深入りっていうのが、まあブレンドなんかが深入り出してるんですけど、だいたい238度ぐらいで焙煎をやめたものが深入りフレンチローストという表現でお出ししております。この辺ですね、この辺で焙煎を止めたのが深入りフレンチローストです。かなりしっかりとした茶色の色に豆がなってきております。で、マンデリンの極深入りいわゆるイタリアンローストですねの焙煎の難しいところは実はこっからで、ここから先はですね焙煎機のそのメンテナンス状況とか、あと室温、外気温なんかで温度の変化がめちゃくちゃ大きく変わっちゃうんですね。なので時間とか、あと釜の中の温度を判断材料にするのではなくて、実際にテストスプーンとかこの小窓から見える豆の色、あとコーヒーから染み出してくる油分の浮き出し方など、どちらかというと視覚を頼りに焙煎をやめるタイミングを測っていきます。
なので240度を超えたあたりからはこまめにテストスプーンを取り出して豆の色、あと油分が出てるかどうかっていうのをチェックしていきます。でイタリアンローストですと本当にちょっと時間がずれる、特に焙煎時間が長くなってしまうとただただ焦げたコーヒー豆になってしまう可能性が高いので、ここの作業というのは非常に慎重にやっていく必要があります。自分の中でやっぱり基準を作るのがいいですね。この香り、この色、豆の表面の状態がこういう状態っていうのを一つ決めてあげれば毎回ずれずにやれるんじゃないかなというふうに思います。もうそろそろ焙煎終了ですね。今何度もテストスプーンを出して確認しています。で終わり、これで焙煎が終わったら、冷却皿に豆を出して火を止めてブロワーを強くして、で空気の流れを釜の方からこの冷却皿の方のに切り替えるレバーがついているので、それで冷ましていきます。でうちのこの7班焙煎機って攪拌するためのなんていうか羽みたいなのが冷却皿についてないんですよね。自動でぐるぐる回ってくれるやつが。ただ1キロ釜って非常に小さいので、まあ、今ヘラでかき回してますけれども、これである程度かき回して煙が出ないぐらいまでかき回してあげれば、あとは蓋を上に乗せてあげるだけでブロワーもついてるので強制排気もしてくれるので空気を結構しっかりと吸い込んでくれます。なのでね、思ってるよりもあっという間に豆冷めます。というわけで焙煎は終わりです。これでうちの極深入りイタリアンローストのマンデリンが出来上がったわけです。で、何度も申し上げておりますが、詳細なデータにつきましては、今回ブログの方にアップしておりますので、概要欄のリンクからご覧いただければと思います。であと大事なことなんですけど、焙煎のやり方とか方法論っていうのは、ロースター各個人で違うものだと思っています。で結果的に美味しいコーヒーが出来上がればどんな方法でも僕は問題ないと思っています。で今回ご紹介した焙煎プロファイルについてはあくまでゴリドーコーヒー流のやり方です。なので、まあ、別に参考にしていただかなくてもいいし、どうしても深入りの焙煎が納得する味にならないとお悩みの方がいらっしゃいましたら、まあ、一度試してみるのもいいのではないかなというふうに思います。というわけで今回の動画は以上となります。参考になったという方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。